はい、どうもこんばんは。来ちゃいました、ね、渋谷。今日は10月の29日、はい、ハロウィンですよ、世の中、はい、ね、来ちゃいましたね。やばいっすね。まあ、僕はあんまりこうハロウィンとか全く興味ないんですけど、はい、うん、ね、で、え、これなんすか、これこの画面切り替えます。はい、はい、あ、まあ、まあね、あ、何抜いてもらっていいですか。え、はい、今回は渋谷で、まあ、歩くか、歩きましょう。何をするかというと、アンダーグラウンドななんちゃらかんちゃらとか俺、はい、だいぶ出してるけど、はい、渋谷でもさ来るんじゃねみたいな。え、なんか暴走したら来るっしょみたいな。なんか、スクランブル交差点がえぐいね、これ。えぐいよ、えぐい、やばいやばい。はい、今回は渋谷で悪そうな車を見つけに行きます。いろいろ情報はいくつか仕入れてるのあって、はい、渋谷ってアメ車ジャックって毎週土曜日、はい、第1と第3土曜日があるのかな、はい、その場所とかは結構車が集まったりするんじゃないかなと。メイドがタバコ吸ってるよ。見るに耐えないけど、これはもうやばい。こんな車両初めて見たよ。ほらやばい、こんな緑のやつあるんだね。なかなかこう見ないよ、このこれ警察車両は。多分あんまり車系のチャンネルでね、あの警察車両を流すとあんまりみんなドキッとしちゃうのかもしれないけど、なんかね、代々木公園のね、この通りによく車が集まるっていう話をちらっと聞いたんですよ、僕は。全然その車という車が見当たらないんですよね。この通りに集まるって言うけど、なんかパイロン置いてあるんだよね、パイロン。原宿行って、はい、もう一回渋谷戻るか。もう歩くの疲れたからね。急に。なんかアッキーさんっていつも思うけど、自分がボケてもなんか絶対突っ込んでくんないっすよね。なんか多分普通の YouTube だったら逆なんだよね。多分カメラマンがこう突っ込むはずなんだけど、まさか俺が突っ込むっていうね。だけど、おい、やばい、シルビア、やっと1台ね。見て、ワーゲンのほらタイプ2、めちゃくちゃね欲しい車。なんかやっぱハロウィンっぽくなってきたね。ほらほらほら、ワーゲンとビートルかわいいね。なんかちょっとクリスマスチックでいいですね。あ、おほら、マリギオカートみたいな、ピカチュウ。おお、デイでした。原宿駅ってこんな変わっちゃったの。俺の記憶だった、あの小屋のやつ。なんか脈ありですかとか知ってる？知らない。こんな感じ。いや、もう大丈夫です。いや、アッキーさんのやつ、まあ、直感にしてここら辺で一周してもらえば一発ですよ。Hey, バットマン、あっち止まることだけ前をする。わあ、さっきのだ、さっきの、ほら。なに楽しそうだな。チームいや、違う、マリパマリオパーティー、マリオパーティー、トゥ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 ルトゥトゥ。ゼファーか、ゼファー、スーフォア NC31。 はい、マーシャルかな、入ってんの。川崎、これって300万ぐらいするやつだよね。あー、いい、このガソリンの匂い、おー、かっこいい。コバちゃんさんはウィディできるんですか。できないです。ウィディは怖くてできないですか。ちょんって、これぐらい、これぐらいしか上がらない。おー、楽しい、外国人楽しそうだよ。大丈夫、なんかちっち見えるんじゃねえかみたいなやついっぱい。出来上がってる、愛してるぜ、でも愛してるぜってあれじゃねえかよ、ワンピースのなんだっけ、忘れた。やばい、入ってそうじゃないですか。こういうのだよ、これだよ、これ、ハロウィンっつったら。ああ、いいっすね。ちょっと入ってる、ほら。すいません、そろそろ小町さん、あの、自分これで帰るんで。ああ、お疲れです、お疲れ様です。
こういう場合は突っ込まないのが正解なのかもしれないですね。アニマピカチュウ元気でちゅインプレス。今日アーニャ何体いました？音響のやつ。ちょっとわざとやっぱ開けるんすね、後ろ。ああやってなんかもう色々音響ですかね。かぶってさ、ほら、なんか笑ってるっすよ、笑ってるっすよ、笑ってるっすよ。ウィキニアかぶる。まあ、やっぱりね、ちょっと旧車感が出て、ハイフラ、ハイフラ、ハイフラ。マジで、アーニャ化け物だろ、本当に。ジェックスペイマンって。あー、すごい。カボチャのお化けがいるよ。超楽しそうだよ。なんだあれ、乗りたかったっすね。ちょっとね、ここ小林さん荒れてるからね。あれ、うん、期待したの、俺もちょっと心のどっかで。もうちょっと東京ドリフトちょっと期待してた自分が。俺がチェイサーを持ってくるべきだったのかな。そうですね。でもなんかこれ見てると今から出勤みたいな感じだね、みんな。あ、そうですね。まあ俺は普通に帰るけどね、電車がないから。なんかツイッターとか見るとマジであったっぽいですね。多分これ東京じゃないような気がするけど。